皆さん、こんにちは。ただいまよりですね、多資格からのステップアップ、ダブルライセンスで広がる活躍の場というタイトルでガイダンスを行います。担当はレック専任講師、岡崎光則です。よろしくお願いいたします。まずはですね、レジュメの方をご用意ください。こちらですね、ありますでしょうか。で、今回ガイダンスをするにあたって、一つですね、目的を決めておこうと思うんですよ。目的、ガイナス目的、それは何かというと、もう書いてあるんですけども、ダブルライセンス、2つ目の資格として土地価格調査士を皆さんにお勧めすることです。なので、このガイダンスを聞いた後にですね、皆さんが土地価格調査士取ってみてもいいかなとか、ちょっとチャレンジしてみようかなとか、少しでも思っていただけたなら、目的達成だと言えるんじゃないかなと思ってるんですね。で、もう一つちょっと前提としてですね、ダブルライセンスってありますよね。2つ目の資格なんですよ。ということは、やっぱり今回のお話は1つ目の資格を持ってる方に向けての、お話にしていきたいなと思うんです。1つ目の資格、しかももうちょっと絞りたいんですね。そうですね、宅建士で、行政書士、司法書士、これらの資格をすでに持っている方に向けての、お話をメインにしていこうと思うんです。で、もちろん今宅建士勉強してるんだ、行政書士勉強してるんだ、司法書士勉強してるんだ、他の資格持ってるんだって方も同様なんですけど、そういった方にも聞いていただきたいお話であるんですね。で、何も資格持ってないんだけども、調査士に興味があってお話聞いてるって方にも、参考にしていただきたいお話あるんです。ただ大前提としては、今日のお話はダブルライセンスについての話、そして宅建士、行政書士、司法書士を持っている方に向けて、特にお伝えした内容なんだってことは、ぜひちょっと覚えておいていただきたいと思うんですね。よろしいでしょうか。ではですね、なぜ2つ目の資格として調査士をお勧めするのか、一言で言っておきたいんですよ。なぜダブルライセンスとして調査士が最適なのか、それはちょっと隠してたんですけど、いきますよ、せーの、取れるからです。いいですか、短期で取れるからです。で、もちろん土地価格調査士ってのは、ものすごく価値の高い資格でもありますし、難関資格なんです。8%で合格率ですから、かなりの難関資格です。ただですね、さっきお伝えした通り、宅建士、行政書士、司法書士、これらを持ってる方、すでに合格した方にとっては、そこまで難関資格とも言えないと思うんです。逆にもっと言ってしまうと、短期で取得することは十分に可能な資格だと思うんですね。だからこそ、これらの資格持ってる方に向けて、2つ目の資格として調査士をお勧めしたいなって思ってるんです。で、ここでちょっとですね、皆さんに聞いておきたいことがあるんですね。どうでしょう、短期で取れるなら、取ってもいいかなって思いませんか。長い時間かかるのはちょっときついんだけども、短期で取れるならやってみてもいいかなって思ったりしませんかね。これがですね、実際司法書士とか司法試験とか、もうかなりの難関資格で、合格した方も5年7年かかったと、ゴロゴロいるような世界だったら、僕もここまでは軽くないですけど、お勧めしないんですよ。ただですね、調査士試験っていうのはですね、特徴として、少なくとも宅建士、行政書士、司法書士とか取ってる方にとってはですよ、1年とか、一発合格ですね、1年とか2年で十分に合格できる資格でもあるんです。だからこそお勧めしたいんですよ。で、じゃあなぜ、短期で取れると、僕はこんなこと言うのか説明したいんですけど、その前に、ちょっと前提としてですね、調査士資格、一体どんな資格なのか、あとは、ダブルライセンス取ったらどんないいことがあるのかってことをちょっとお話しようと思っています。レジュメ1ページいってください。1ページです。土地価格調査士のご紹介とありますね。土地価格調査士とは、依頼者のために土地や建物の表示に関する登記の申請をするため、必要な測量や調査を行う国家資格者、
とあります。つまり不動産登記のスペシャリストです。いいですか、これすごく大事なことで、表示に関する登記、登記ってのはですね、基本的に権利に関する登記と、表示に関する登記って分かれてます。権利の登記は、司法書士さんのなんていうんですかね、お仕事なんですよね。逆に表示に関する登記ってのは、調査士の仕事だったりするんです。で、この表示に関する登記のスペシャリストになることができるんですね。調査士に合格することによって。表示の登記って何か、知らない方に向けて、例えばですよ、ここに書いてあることだけじゃないですか、いろいろありますから。ただ土地について見えますかね。所持している土地の一部を他の人に売りたい、これですね、表示に関する登記の事件なんですよ。なのでこういった登記を土地家屋調査士が申請するって形になります。次、使わない一部の土地を畑にして利用したい、これですね、表示に関する登記の事件なんですよ。なのでこういった登記を、土地家屋調査士が行うことになると。下いきますね。建物について、新築住宅を作ったと、これですね、表示に関する登記の事件なんですよ。だから土地家屋調査士がこういった登記を申請するんですね。リフォームをして、2階増築した、これですね、表示に関する登記の事件なんですよ。だから土地家屋調査士がこの仕事、申請を代理するって形なんです。で、いいですか、これ見ていただくと分かるんですけど、結構いろんなことをやるんだなってことと、ポイントが1個あるんです。ポイント、それはこの表示に関する登記、これですね、義務なんです。義務、さっき言った通り、司法書士の登記っていうのは、権利に関する登記っていうのは義務ではないんですよ。やりたかったらやる、やりますけども、やりたくなかったらやらないって世界なんです。逆にこの表示の登記に関してはですか、義務なんです。お国が絶対やりなさいねって決めてる登記なんですよ。それを担当できる人間ってのは土地家屋調査士だけなんですね。この申請を代理できるのは土地家屋調査士だけなんだってお話なんです。ちょっと考えてみましょう。新築を作ったと、新築作りました、でもですね、ちょっと固定資産税払いたくないな、ちょっと申請やめとこうか、ダメです、これできません、だって義務だから。下行きましょう。リフォームして2階増築した、なんか家がちょっとでっかくなったんですよね、ちょっとお国に申請するのめんどくさいな、嫌だな、やめとこうか、ダメです。なぜなら義務だからです。表示に関する登記っていうのは、いいですか、絶対にやらなきゃいけない登記なんですよ。そういうふうに国が決めてるんですね。絶対にやらなきゃいけない登記をですか、つまり絶対に仕事が発生する登記を申請できる、代理をする仕事ができるのは土地家屋調査士だけなんです。これかなり強いと思いませんかね。どうでしょう。一番下、不動産登記の専門家である土地家屋調査士の仕事は、土地や建物が市場で動くときに発生する、市場で動かないってことまずないですよ。景気によってこうなんか件数はね、上下あると思うんですけども、動かないってことまずないですが、仕事やっぱり発生してきますね。なくてはならない業務なのですと。どうでしょう、かなりですね、強力な権限というか特権与えられてる、資格なんだということができると思うんですよ。次ですね、2ページちょっと開いてください。2ページいきましょう。ダブルライセンスの魅力についてと書いてあります。ここからちょっと宅建士の方とかにお話ししていきますよ。他資格プラス土地家屋調査士、一緒に調査士を持っているとどんないいことがあるのかってことがここに書いてあります。はい、もちろん宅建は不動産業界、宅建業者、金融業界、一般企業など活躍の場は広いとそうですね。しかしその分、ゼネラリスト資格書いてあるんですよ。決まった専門分野に特化して、仕事ができる資格ではないって書いてあるんですね。これ実際宅建業をやっていこうと思ったら、やっぱり事務所に5人に1人は宅建士備えなきゃいけないですし、重要事項の説明のスペシャリストとしてどうしてもやっぱり宅建士は必要になってくる
ですよね。ただじゃあ、まあ、毎年24万人程度ですけども出願する人はみんな重要事項の説明がしたくて受験してるかって、そうではないんですよね。そうではなくて、まあ、金融業界の人とか一般企業の人とかがここです、不動産の横断的な理解がありますよって証明として、まあ、取っているってところがあるんです。宅建士の資格っていうのは。なのでやはりこう決まった専門分野に特化した、まあ、仕事がすぐにできるものではないんですね。宅建士ってのはゼネラリスト資格。じゃあです、この宅建士持ってる方が、まあ、あの調査士の資格を取ったら一体どんなことがあるのかと、どんな変身を遂げるのか、ここですね。ゼネラリストからスペシャリストへ変身します。一気にライバルとの差別化を図ることができると書いてあるんですが、下の方ちょっと見ましょう。括弧2です。国家資格の名称を名乗ることで、私は土地科学調査士です、まあ、名乗ることで専門家であることのアピールもまた可能です。これかなり魅力だと思うんですね。どうでしょうか。ちょっと3ページいきましょう。3ページですね。今度は行政書士をお持ちの方に向けての、まあ、説明です。行政書士、町の身近な法律屋さんの代表資格と、まあ、よく言う言い方です。資格のメリットはやはりこれ、独立開業。やっぱそうですよね。独立開業、あの何かしら企業に就職したくて行政書士取ったって方も確かにいるとは思うんですけども、結構多くの方やっぱり行政書士魅力に感じるのはこの独立開業ってところだと思うんですよね。自分の名前で仕事ができる、誰の雇われでもなくて自分の責任で自分の判断で自分の名前で仕事ができるってのはやっぱりすごくやりがいもあるし魅力に感じるものだと思うんですよ。でただですね、あれ、多くの行政書士が悩む点があるんですね。それは専門性の確立です。下言って受験勉強以上に専門性の知識習得が必須って書いてあるんですよ。これ確かにあの聞いたことないですかね。行政書士の試験は、あの試験に合格するまでの勉強よりも合格した後の勉強がとても大切になってくる、すごく重要になってくる、聞いたことないですかね。あの行政書士合格した方はですね、ご存知だと思うんですけど、合格するじゃないですか。そしたら予備校から手紙が来るんですよ。手紙が、パンフレットがついて、合格おめでとうございますと、で合格したあなたのためにこういった講座が開講されておりますというのが来るんですね。それあの開いて僕も結構見たりするんですけども、書いてあるのがやっぱりこの専門性の確立をいかにするかって点なんです。つまりは合格した後もやっぱり講義を受けていろいろこう模索しながらなんとか頑張っていくってのがこの専門性の確立なんです。それぐらいこれ課題として大きいんですね。でこの専門性すでに確立している方だったらもうそのまま仕事していただければいいと思うんですけども、例えば専門性どうしようかこう悩んでる方とか、まだこうはっきりしない方とか、もっとこうなんていうんですかね、追求していきたいって方にとってはですよ、土地科学調査書を取ることによって一気に専門性確立することがやっぱりできると言います。一気にライバルとの差別化を図ることができると、これやっぱり言い切れますね。あの調査士の資格取ればですね、やっぱりさっきも言った通り表示の登記のスペシャリストですから、そもそも調査士の資格っていうのが表示の登記は調査士しかこう代理はできないんです。そうなってるんです。もう自動的にですね、専門性というものを確立することができる、これやっぱり魅力だと思うんですよね。もう1ページ後ろ行きましょう。4ページ進んでください、まあ、他にも魅力的な組み合わせがありますと書いてありますね。こうやって、でこの中でもこの上から2つ目、司法書士、これとの組み合わせ、これかなり強いんですよ。あの司法書士さん、さっきも言った通り権利の登記担当します。で調査士は表示の登記担当します。ということはこの2つの資格持ってる方はですよ、間違いなく不動産登記についてはもう専門家になれるんですね。専門家専門家言ってますけど、専門家になれるんですよ。この2つがあれば不動産登記に関してはもう一人で全部やっちゃえるんです。私が関われば全部これやっちゃいますよ、そこまで
でっかい、なんていうんですかね、専門性を持つことができる魅力的な、まあ、組み合わせだったりします。実際この組み合わせしてる方すごく多いですからね。でですね、ここまで調査し、まあ、ちょっとここまでの話だけでも、まあ、単体で撮ってもかなり魅力があるんですよ。単体で撮るだけの強力なんです。義務としてこう課せられている表示の登記については調査士だけが代理できるわけですから、仕事は必ずあるわけですよ。しかもこうやって宅建とか行政書士とか司法書士持ってると、さらにさらに仕事をですね、広げていける、深めていけるっていう特徴があるんです。その上でですか、ちょっと最初のお話に戻りましょう。僕はですね、取れる、これ言いましたよね、取れるからって言ったんですよ。短期で取れるからと。宅建士持ってる人、行政書士持ってる人、司法書士持ってる人、取れるから、だからお勧めするんだよって言ったんです。なんで短期で取れるって言い切れるのか、これちょっと理由があるんです。はい、ちょっと書いておきました。これ書かなくていいですかね、見てるだけでいいですかね。なぜ宅建士、行政書士、司法書士の合格者は調査士試験に短期合格できるのか、まあ、理由3つ挙げておきました。1つ目、いきますよ。0から1を生むわけじゃないから。ちょっとこれカッコつけて言い方になっちゃったんですね、まあ、後で説明します。はい、2番、調査士試験で覚えるべき知識の範囲は広くないから、&科目が一部被っているから。はい、3番、受験者数が少ないから、ライバルが少ないから。この3つです。ひとまずこの3つをですね、説明しておこうと思うんです。1つ目いきましょう。0から1を生むわけじゃないから、ちょっとカッコつけた言い方なんですよ。簡単に言ってしまうと、皆さん0からのスタートではないですよねってお話です。資格試験っていう分野においては皆さんはですね、初心者じゃ絶対ないんですよ。だって合格してるから。0じゃないんですよ。1でもないです。2とか3とか10とか100とかまで皆さん行ってます。で、これちょっと伝えておきたい。宅建士を持ってる方ってのは宅建士試験っていう分野において成功者なんです。行政書士を持ってる方って行政書士試験を持ってる、行政書士試験の中で成功者なんです。司法書士の試験持ってる方って司法書士試験っていう分野の中で成功者なんです。成功者だからこそ成功体験があるんですよ。成功した、で成功した人っていうのはですね、やっぱりその成功する中で、努力する中で、自分の中にどうすれば結果が出るのかっていうのがやっぱり刻み込まれているものです。運が良くて合格するなかなかないですから。今の試験はやっぱり成功するまでの努力、例えば時間を作るとか、隙間時間活用するとか、ご取捨選択するとか、いろんな行為を通して成功するためのノウハウっていうのをですね、覚えてる、学んでるはずなんです。そういった方々が調査士試験ですね、臨むとなるとゼロからじゃないんですよ。知識は新しいものありますよ、でもゼロからじゃないです。一度資格試験というジャンルで勝った人間ですから、そこで勝った時のやり方をまた工夫して応用していけば、調査士試験意外にもですね、短期で合格することできたりするんですね。で、0から1を生むわけじゃない、ちょっとなんかカッコつけた言い方なんですけどもね、伝えておきたいことなんです。でもう一つ、じゃあせっかくですからお話ししたいことがあります。分野はまた変わるんですけどね、関係してる話なんですよ。僕自身すごく感銘を受けたというか、なるほどなと思ったお話があるんです。エピソードです。ボクシングの話なんですよ。何の話だって思うかもしれないですけど、ボクシングで世界チャンピオンを何人も育て上げたトレーナーさんのインタビュー、テレビだったか本だったか忘れたんですけど、エピソードだけすっごい残ってるんです。ちょっと聞いてほしいんですね。そのトレーナーさんが言うには、自分が育ててる選手、まあ、ボクサーですよ、がいきなり、ある日ですよ、いきなり強くなる瞬間ってのがあるんだって言うんです。この瞬間を境に一気にその選手は強くなる。どういう時だと思いますか。ちょっと考えてみてください。で、僕も考えたんです、まあ、やっぱり苦しい練習、もうなんか
超えた時かなとか、いやすっごい悔しい負け方をして、まあ、悔しい涙を流した時かなとか、いろいろ考えたんですけど、そのトレーナーさんのお話は違ったんですね。いきなりその選手が強くなる瞬間、それは勝った時だって言うんですよ。勝った瞬間にその選手ってのは、ああ私は自分は僕は強いんだ、知るんだ、勝った瞬間にあこうやって勝つんだというのが分かるっていうんですね。だからこそそのトレーナーさんのお話なんですけども、トレーナーっていうのはその自分が育ててる選手に少しでも早く、とにかく早く確実に一勝与えたいっていうんですよ。一回勝たせる、一回勝てばですよ、あとは自分の強さを知るんです。その人、私は強いんだ、自信ですよね、自信を得て、あとは勝ち方を学んだ、でまた次の試合に臨む、勝つんですね、また強いんだと気づく、また戦う、また勝つ、これをどんどん繰り返していく中で選手と一気にですね世界チャンピオンまで駆け上がっていくんだよってお話だったんですよ。何の話をしてるんだと突っ込まれるかもしれないんですけど、僕これ資格試験にももうすごく共通する話だと思ってます。で、宅建士に合格した方、行政書士、司法書士、どちらもですよ、合格した方っていうのは勝者なんですよ。言い方を変えてみれば、資格試験やっぱりですね、合格と不合格分かれるんです。勝者と敗者の世界、これはもうシビアですよ。はっきり分かれてるんです、やっぱり。ってことは勝負事なんですよ。勝つか負けるかの世界なんです。で、宅建士合格した人、行政書士合格した人、司法書士合格した人ってのはやっぱり勝ったって経験があるから、自分は強いんだってことを知ってるんです。どうやれば勝てるかってことも知ってるんです。そういった方がですよ、全くゼロから勉強してる人と戦ったらですね、それ圧倒的に有利なんだってことは分かるじゃないですか。努力の仕方を知ってるんだから。だから僕は宅建士、行政書士、司法書士持ってる方に、まあ調査士試験の受験を進めたいんですよね。2つ目ちょっといきましょう。調査士試験で覚えるべき知識の範囲は広くないから、&科目が一部被ってるから、これちょっといきましょうね。実際の調査士試験ですね、よく言われるのは1年で十分に一発合格狙えるだけの範囲なんだよって聞いたことないですか。僕自身が受験生だった時の感覚としてもですね、宅建士とか行政書士はどうしてもこう、この科目もやらなきゃいけない、この科目もやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、ちょっとバタバタしてたんですよね。で、なかなかもう全部は把握できないけど、ここだけちゃんと取っておこうってこう取捨選択して試験に臨んだっていう記憶があるんです。でも調査士試験だけですねちょっと違ったんですね。早いうちからだいたい理解できたんですよ。だいたい理解できて、それで安心じゃないですよ、理解できて、よし、あとは正確さとスピードの勝負だなっていう状態になっていったんです。これ調査士試験のですねちょっと特徴でもあると思うんですよ。調査士試験でですね、言ってみればものすごく大量の知識をインプットしなきゃいけない試験ではないんです。もし大量のインプット必要な試験だったら、どうしてもやっぱり1年とか2年とかインプットだけでも時間かかりますから、まして働いてる方とかだったら時間かかるのが分かりますよね。でも調査士の試験はですねちょっと経路が違うんですよ。もちろん知識いらないって言ってないですよ。一定量必要ですよ。一定量必要なんですけども、一定量、十分に1年間丁寧に勉強してれば十分にもうマスターしきれる範囲の知識なんですよ。で、その知識があった上で、これだけで決まりません。これがあった上で、ここからが調査士試験の本番というか一番大事なポイントなんです。正確にスピーディーに処理ができますか、そういう試験なんですよ。そういう試験の特性がある分だけ、結局また同じこと言いますけども、大量のインプットはいらないんです。皆さんに試験受けるなら必要なのは訓練なんです。まずは一定の知識は身につけていただきますけども、これ結構早く終わります。早く終わって、あとは訓練に次ぐ訓練なんです。
とにかく正確に、しかもスピーディーに問題が解けるようになる。そうなって合格していくんですよ。ってことはインプットにそこまで時間かからないので、やっぱり短期で合格できる資格なんだということは間違いないと思うんですね。ちょっと思い出してみてください。宅建合格した方、宅建士っていろいろありましたね。権利関係、宅建業法、法令上の制限にまあいろんな法律がついてた。建築基準法とかですよ。で、何ですか、税金勉強しましたね。なんか鑑定評価基準とか勉強しましたよ。五問免除勉強しましたね。もうとにかくバラッバラの知識だったじゃないですか。統一感がなかったんですよ。バラッバラの知識をですね、とにかく詰め込んで詰め込んでやらなかったですか。余裕でした。僕はバラバラでしたね。もう一つ、行政書士試験合格した方、ちょっと聞きたいんですけど、いろいろありましたよね。民法やって、憲法やって、行政法かで会社法、なんか基礎法学ってやつとか、一般知識にも、なんか情報とか経済とかいろんなものがあった。バラッバラだったじゃないですか。バラバラの知識をちゃんと処理できますか、大量のインプットの知識を処理できますかって試験だったはずなんですよ。で、司法書士もそうですよね。もうなんかすごいたくさんありすぎて覚えられないんですけど、すっごいあるわけですよ。で、それをちゃんと、しかも捨てることできないですからね。処理できますかって試験だったはずなんです。調査士いいですか。一応民法とかもあるんですよ、調査士法とか。ただ基本的に調査士の試験範囲ってのは、基本的にですよ、大まかに言えば不動産登記法だけです。1科目なんです。1科目の中を勉強すればいいんです。つまり、統一されてるっていう言い方もできるかと思うんですけども、勉強しやすいんです。これゼロから勉強する方は、うわなんかいろいろあるなっていう感想を持つと思います。でも一度宅建とか行政書士とか司法書士通った人からすると、なんか1科目だけじゃんか、これだけでいいの、いや勉強しやすいな、感想になっていただけると僕は思うんですよね。一回そういった勝負を戦い抜いた人だからこそ、1科目で試験が終わるってことの、すごくなんていうんですかね、勉強しやすさってのは分かっていただけるかと思うんですよ。はい。もう一個いきましょうか。科目が一部被ってる、これも説明したいですね。調査士試験の科目っていうのは、基本的に択一でいけば民法、不動産登記法、調査士法なんです。で、民法から択一は3問出ます。原則ですよ。不動産登記法16問出ます。ほとんど不動産登記法だから。調査士法1問出ます。で、3問16問1問とある中で、ゼロからのスタートの方は、これやっぱり民法かなり手間取るんですね。なかなか手間がかかります。じゃあ民法3問だから捨てちゃえ、無理ですよ。なぜなら書式でも聞かれるからです。民法知ってなきゃどうしてもですね、この試験合格できないです。でも3問なんですよ。で、覚えてますね皆さん、範囲広いですよね。やんなきゃいけないんです。これ時間かかるなと思うんですよね。で、時間かかる中で、民法3問という中で、皆さんどうですか。皆さんは民法一応勉強してますよね。宅建士の方勉強してますよね。民法一応権利関係という形で、権利関係ね、苦手だったんだって方もいらっしゃるかと思うんですけども、もちろん宅建業法とかで逃げ切ったって方もいらっしゃるかと思うんですけども、でもやっぱり合格した方ってのは何本かやっぱり取ってるんですよね。で、一応の基礎はあると僕は思ってます。だからこそスムーズに調査士の民法を勉強することできると思います。ただ気をつけてほしいんです。宅建士合格したからといって調査士の民法を勉強しなくていいってこと絶対ないですからね。絶対ないです。勉強一からやっぱりやり直しです。ただなんていうんですかね、手入れをするような形ですかね。時間そんなにかかりません。ただやっぱりちょっと聞くところの範囲がもっと深さがあったりとかするんですよ。だからやっぱり民法宅建取ったからといってやらなくていいわけじゃないんですけども、やっぱりゼロからのスタートの方と比べたら圧倒的に有利なんだってことは分かると思うんですよ。
逆にこのまあ不動産登記法に関しては、まあ、あの一問やったはずなんですけど宅建士の試験で、まあ、あれちょっとカウントできないですね。もう不動産登記法は1からやり直しって形になります。ただそんなに難しく感じることはないのかなと。次、行政書士持ってる方、民法どうですか？やりましたね。あのかなりやったはずですよ。かなりやった。だから僕は個人的にですよ、行政書士合格した人は多分、うん、民法はまああの一からの勉強不要だと思います。で過去問をまず解いてほしいんですね。過去問解くと、あ、こういうところを聞いてくるんだと分かりますから、過去問解いて、で大体傾向を把握したら、あとはもう自分自身で準備する、それだけで十分なんじゃないかなと思うんですよね。ただまあ不動産登記法は、まあ、初めて見かけるって方もたくさんいらっしゃるでしょうから、やっぱり一から勉強する必要あります。ただ繰り返し言う通り、そんなに難しく感じることはないんじゃないかなって思いますね。もう一人、司法書士の方、あんですね、これもう言っちゃいます、すでにですねほぼほぼ出来上がってると僕は思ってます。択一はですよ、択一は、はい、まあ、司法書士の方民法やりましたね。なのでもうあの一からやる必要ないですよ。今ある知識で過去問解いて、であとはそうですね、傾向を見て、で自分自身で準備すれば十分にカバーできますね。不動産登記法、これも多分見覚えがあるはずなんです。ただし一応気をつけてほしいのは、やっぱり権利の登記を聞いてくるこう試験と表示の登記聞いてくる試験ってちょっと違うんですよ、やっぱり。なのでやっぱりどうしても、まあ、不動産登記法に関しては、表示に関する登記に関しては、まあ、一から勉強する必要あるのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと違うんです。ちょっと違うってことは、まあ、大体似てるんですよ、結構似てる。で司法書士取った方はですね、まあ、イメージありますから、もう登記のイメージありますから、全然速度が違うと思いますね。もうサクサク勉強することできるし、さっさともう択一に関しては完成してですか、完成して、あとは要するに書式の問題、書式をいかに正確に解けるか、スピーディーに解けるか、そういったところの訓練で試験を迎えるって形になると思います。ほぼほぼできてると僕は思います、司法書士の合格者の方は。はい、でここまであのお話しした中で、やっぱりまあ宅建士合格してる方、行政書士合格してる方、司法書士合格してる方、やっぱまあ有利なんだなってことが分かっていただけると思うんですよね。伝えてるつもりなんですよ。でこの3名の中にもう一人追加したい人がいるんです。僕この人に、まあ、個人的にですよ、おすすめしたいんです。この人に調査士試験チャレンジしてほしいっていう気持ちがあって、どういう人か、これは司法書士試験に失敗した人です。もうちょっと別の言い方すると、あの勉強してるんだけどもなかなかうまくいかなくて、ちょっと今もう嫌気がさしててやめてしまったんだ、ちょっと1年2年ほっといてくれて状態なんだ、あのちょっと今もう嫌気がさしてるからしばらくちょっと休んでるんだよ、あの挫折とまではいかないですけど、そういった方ですね、そういった方に僕あの調査士試験お勧めしたいんですよ。もちろんですね、あのいやいや何言ってるんだと、まだ合格してないけどもまず司法書士取るんだって方も全然いいんですよ、頑張ってください、はい、ただですね僕がお話ししたいのは、やったんだけどなかなか結果出なくて嫌気がさしちゃってやめてる方いないですかね、いないですかね、いてほしいんですけど、そういった方いたらお勧めしたいです。なぜならば僕がそうだったからなんですね。あのちょっと前の話なんですけども、僕自身もあの司法書士の勉強してたんですよ。で、まあ、2年とかそんぐらいですかね、勉強やってたんですよ、独学で、あの独学ですよ。今の僕がですね、当時の自分に会えたらですね、もう引っ張ってますね、予備校連れて行きますけども、当時の僕はちょっと分かんなかったんですね。テキスト買ってきて、たくさん本屋に売ってるからテキスト買ってきて過去問解いて、あこんな感じなんだってやってたんですよ。ただ独学ですからやっぱり効率悪かったですね。勉強の仕方も分かってないし、何をどこまでするか分かってないし、もういつまでやっても終わらないんですよ。時間かけたんです、
仕事しながらですけど頑張ったつもりなんですよ。でもいつまで経ってもですね、卓越のことやってるんですよ。でいつまで経っても点数取れないんですよ。いつまで経っても書式に行かないんです。僕これ2年ちょっとやって、まあ、試験受けてみてやっぱちょっと感じましたね。なんかがおかしい、何かおかしいな。で、ああ気づいたんですよ、やり方間違えたな。でその時によし、じゃあちゃんと予備校通って頑張ろうってなったらよかったんですけど、僕やっぱりちょっともう疲れちゃってたんですね。頑張ってたから一応もうちょっとしばらく司法書士は見たくもないなと思ったんですね。やりたくないなって、なんか苦しくて、でどうしようと思って本屋に行ったんです。いろいろ本読んだんですよ。その時にたまたま雑誌の中に当時もうやめてたかな、レックで教えてたですねすごい有名な先生のインタビューが載ってたんですよ。読んだんですね。そしたらびっくりしたんです。そこに書いてある内容にすごくいいこと言ってるなと。どう言ってたか、それはですね、受験生にとって最も恐ろしいものは不合格じゃないって書いてあったんですよ。受験生にとって最も恐ろしいものは、それは今まで積み上げてきた努力が全て無駄だったんじゃないかっていう予感なんだ、書いてあったんですよ。僕はですね、うわすごいこと言うなと。まさしく僕のその時の状況だったからです。やったのにって思ってるんですよ。やったのに結果出なかった。じゃあですよ、もちろんですね、いやいや勉強したことはね、君の人生にとってね意味があってね、落ち着いたら言えますよ。でもそれやっぱり綺麗事だったりしますね。なんだと、あそこまでやった努力どうなったの、何も変わってないじゃないか人生が。ちょっとですね考えました。そのインタビュー見て、まさしくその通りだったから、言い当ててもらったから、すごくなんていうんですかね、その言葉をきっかけに僕自身よしと、9月1日ですかね、行政書士の願書出したんです。1日だったかな、いつだったかな、出したんです。で9月からもう、なぜならですよ、司法書士の勉強ちょっとかぶってると思ったんです、行政書士に。だから回収しようと思ったんです。自分がやった分はひとまず形に変えてみようと思った。で行政法1からやるんですよ、わーって9月からうわーって2ヶ月間勉強して勉強して、行政書士なんとか合格できたんですよね。で合格発表までの間にやっぱりもう気持ちが高ぶってますから、回収してやるんだと、もうふざけんじゃないと思ってましたからね。やったのに何もないって何事かと。でまあ土地家屋調査士目をつけたんですよ。なぜなら試験科目がものすごくかぶってるからです。これだったら今までやったこと一応意味があるんじゃないかと思ったんですよ。レックに行きました。水道橋本校ですね、相談して、でも即決しましたね、受けますって。そっから1月からですよ、うわーって勉強して勉強して勉強して、8月にまあ合格することができたんですよね。でまだ収まらなかったんですね。回収もっとしようと思ったんですよ。ちょっと欲があったんでしょうね。宅建士の資格もですね、ちょっとこう勉強して取ったって、今の僕がここにいるって形なんです。なので僕自身の経緯がそういったものだからこそ、もしこの動画いなかったらあれですけどね、司法書士の勉強してたんだ、でもなかなかうまくいかなかったんだ、でもいざやれって言われたらやっぱり 3% ぐらいだし、なかなか力出ないんだ、どうしようってなんでる方、ちょっと調査士試験検討してみてください。そうすれば、まあ間違いなくですね、ものすごい有利なところからのスタートになりますよ。ちゃんとやってた方だったら、民法と不動産登記を触ってた方だったら、もう間違いなくもうかなりのところでかぶってますから、もうすごくなんですかね、スムーズに勉強に入ることができるし、圧倒的に有利に、まあ、勝負を進めることができると僕は信じてるから、ちょっと検討していただけたらなと思ってるんですね。はい、じゃあですね、ちょっと長くなりました、3番いきましょうか。3番です、はい、受験者数が少ないからと。いきなりなんか話が変わりましたけど、ライバルが少ないからと。受験者数が少ないってのは、まあ、ライバルが少ないってことになるんですよね。受験者数皆さんご存知ですか。ちょっとレジュメ7ページですかね、開きました。7ページです。はい、今5837名です。
まあ、全体にちょっと見てみると、まあ、6000人ぐらいかなって感じなんですよ。結構これ少ないなって僕は思ってます。あの資格の魅力の割には少ないなって思ってます。調べてみたんですよ。あの平成元年の情報出てきました。平成元年土地価格調査士14,300人って書いてありました。出願者14,300人からいいですか、100人とか200人ずつだん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 抜けて、だん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 抜けて抜けて抜けてって今ここになってるんですよ。まあ、2分の1以下になったって形なんですよね。結構減ったなって感じるかもしれないんですけども、あの14,300人の中の、まあ、合格率もまた違うんですけどね、 8% 等ですか、5837名の中の 8% 違いがあるかどうか知ってますかこれ。まあ、だってね、母数が多いってことは合格する人も多いんだから合格しやすくなるんじゃないのって考える考え方もあるとは思うんですけど、原則言われてるのはですね、母数が多い方がやっぱり競争ってのは激化するって言われてます。つまり1万4000人の中で 8% の席を奪い合うのと、今の6000人の中で 8% の席を奪い合うってのはですね、やっぱり結構差があると、こっちの方が難しいわけですよ。6000人の中の 8% を奪い合うし戦いの方がやっぱりこうなんていうんですか、勝ちやすいって言えますかね。これちょっとあの伝えておきたいことなんですね。3つ、ご説明しました。ちょっと振り返りましょうか。なぜおい調査士試験に短期合格できるのかと、あ付け加えますね、受験者が少ないで、まあ、5800人ぐらいですよ。で割合をですね正確に出すわけじゃないんですけども、その中で、まあ、宅建士持ってる、行政書士持ってる、司法書士持ってるって方がどれぐらいいるのかは調べること今回はできなかったんですけども、あの、まあ、そういった方々はですね、まあ、考えてみれば有利に試合を進めることができるってことは想像できると思うんですよ。その上で3つご説明しました。あなんか結構取れるのかなって、取れそうだなと思っていただけると嬉しいんですけども、はい、でここから少し話をですね展開させたいんです。丸三見てください。もう一回、受験者数が少ないからって言いましたよね。受験者数少ない、確かに、まあ、6000人ぐらいなんですよ。ちょっと一緒に考えませんか。6000人でも、まあ、資格の魅力ありますよね。だって標準に関する登記ってのは絶対に発生する事件なんです。義務だから、やんなきゃいけないんだから、お国がサポートしてくれてるんですよ。だから仕事なくなるわけじゃないし、まあ、スペシャリストの資格だし独立開業できるし、こんなにいい資格なのになんで受験者数少ないんだろうか、なんか思いませんか。僕も考えたんですよね、なんでだろう。でさっきも言った通りですね、14,300人からずっとこう下がっていったとお話ししましたよね。ちょっと皆さん調べてみてほしいんですよ。あの調べれば出てきますから、ゆっくり下がっていくんです。でゆっくり下がった中で僕それ見ててあれと思ったんですよ。あれなんか違うなって、あの宅建士とか行政書士とか司法書士とかにあったあれがないな、あれあれ言ってますけども、あれがないなと思ったんですよ。あれって何って言うとですね、あの皆さんあの資格ブームって知ってますか、覚えてますか。今資格ブームなんですかね、どうなんですかね。あの資格ブームってのが確かにあったはずなんです。僕が覚えてるのは平成16年とか18年とかのね、10年前とかですよ。あとは20年とか、ちょうどあの小泉さんが総理大臣だった頃かな、なんかあの武士さんがいた頃なんじゃないですか、にだったかな、にやっぱり資格ブームってあったんですよ。世の中的にあのまあなんか景気の問題もあるんでしょうね、なんか資格取ろうっていうなんか流れがあったんですよ。自分自身を磨いていこうみたいな流れがあったんです。で宅建士、行政書士、司法書士もうその時期にですねガツンと上がってますから、受験者が、出願者がもう1万人単位、2万人単位、何千人単位で増えてるんですよ。増えて、すっごい増えて、増えるってどういうことかってさっきも言いましたね、競争が激化してるんです。
で業績激化してだんだん、まあ、最近落ち着いてきたっていう形なんですけども、それが調査士試験ないんですね。順調にって言って変ですけど、順調に下がっていってるんですよ。あれって、つまりは調査士試験ってですね、あの資格ブームの恩恵を受けてないんです。なんか別の言い方しましょうか、あの資格ブームに乗っかった人たちが選ばなかった資格だって言えると思うんですよ。あの乗っかったって言うとちょっとね、別にあの批判してるわけじゃないんですよ。資格ブームに乗った方々がたくさんいたはずなんですよ。取ろうかなって、資格何か一つ得ようかな、が調査士試験はやめとこうと思ったんですね。調査士試験ってこれ一つの特徴だと思います。あの資格ブームに乗るような人たちが寄ってこない何かを備えてるんですよ。寄ってこないんです。場が荒れてないんですよ。場が荒れてない。これあの説明したいんですよね。説明したいので、ハードル3つのハードルがあるんじゃないかなって僕思いました。調査士試験、つまり受験をチャレンジする時点で結構なハードルがあるんですよ。この試験は、このハードル超えた人だけが初めて受験生になれるんです。このハードル超えられなかった人、みんな調査士試験チャレンジすらしないんです。3つ、これ書かなくていいですよ、聞いてくださいね。1、よく知らないのハードル。2、なんかめんどくさそうのハードル。3、なんか難しそうのハードルです。あえてちょっと砕けた言い方してるんですけどね、この3つのハードルがあるのかなって。今からですね、この3つのハードル一緒にですね超えていきたいなと思うんですよ。これ超えれない人、みんな調査士試験受けもしないですから。だから今6000人なんですよ、まあ、なんかもうずっと同じような人数でやってる、場が荒れてないんです。でこのハードル一緒にですね超えていきたいなって思うんですよね。1つ目、よく知らないのハードル、ちょっと説明しますよ。よく知らない、まあ、確かにですね、調査士試験という資格の存在自体、まあ、知ってる人って結構珍しいと思います。僕自身あの友達に調査士試験受かったんだよって言ったんですよ。そしたらどういったためです、これですよ、これだけで、その人に同じように宅建受かったよって言ったんです。そしたら、本当、あ、頑張ったね、難しいんでしょ、いや頭いいね、こんな感じの反応なんですよ。全然違うんです。でもちょっと待ってくださいね、調査士試験ってやっぱりかなりレベルの高い試験なんです。こっち合格する方がやっぱり、ね、合格率から言っても難しいはずなのに、まあ、認知されてないんでしょうね。みんな知らないんです、その資格がどんな意味を持ってるのか。宅建は知ってるんですよ、認知されていない。で実際あのたまたま知り合いに調査士がいたとか、この資格知ってる人って、あとはたまたま測量のお仕事をなんかついたとか、そういう会社に入ったとか、何かご縁がないとなかなかこの資格出会わない資格なんじゃないかなと思うんですよね。できっかけがなければですか、この調査士試験受けようとも誰も思わないわけです。つまりよく知らないのハードル結構高いんですよ。これ超えられないで、まあ超えるつもりもないんでしょうけど、あのせっかくミスミスすっごく価値の高い資格をですね取ってないという人多いと思います。で皆さんどうですか、今この動画見てる皆さん超えてますよね。超えてます、だってわざわざ説明会に来て動画見てるんだから超えてるんですよ。実際このハードル超えるだけでも結構な選抜試験だと僕は思いますね。クリアしました、1つ目のハードル、おめでとうございます。はい、次行きましょうか。2つ、なんかめんどくさそうなハードル、ちょっと砕けた言い方なんですけどね、あのレジュメの5ページ見ましょう。5ページです、はい。土地価格調査士資格取得まで、どうやって資格取得するのかご存知でしょうか。はい、3部構成なんですね。午前午後で口述試験、ただ3つ全て受けて合格する人いない、いないは言い過ぎですから、あのまあたまにしかいないと、ほとんどの人は3つ受けません。どういうこと、午前の部は免除が受けられるんですと、免除できるんですね。つまり午後の部だけで試験を受けることができるんです、はい。ただ免除って言っても免除させてくださいって言うだけじゃダメですから、資格が必要なんですよ。
測量士を測量士、1級建築士、2級建築士、資格、はい、矢印、測量士を取っちゃいましょう。ここまで聞いてですね、どうでしょう。ああ、測量士を、分かった、よし、頑張ろうって方はですね、素晴らしいです。素直です。もうやってください、頑張ってください。ただ多分多くの方の気持ち、あと僕が受験生だった時の心の声、言いますよ、心の声、うわめんどくさですね。僕はそうでした。めんどくさいと思いました。だって何と、資格試験受けるのにまた資格取るのと、どんだけ取りゃいいのと、測量士を知らないよと、なんで取らなきゃいけないの。しかも6ページです、はい、概要がありますね。これちょっと見ていただいて、ここ見たいんですよ。下の方6ページ、試験で問われる知識。1、測量に関する法規、多角測量、半地球測位、システム測量、水準測量、地形測量、写真測量、地図編集、応用測量。どうですか。これを見て、お、楽しそうだな、やってやるか。それ素晴らしいです。もう向いてます。やった方がいいです、楽しいから。ただですね、多くの方は、いや僕が受験生の時はこれ見て、うわめんどくさそう、ここの声ですね、出ました。何と、全然知らないよと、一体何これと、めんどくさいよと思ったんですよ。難しく感じますかって書いてありますけど、僕はめんどくさく感じましたね。はい、簡単に取れるのに。いいですか。ですね、このハードルなかなか超える人少ないと思います。多分資格ブームに乗った人たちも一応測量士を考えたんじゃないかな、考えたのに、測量士を取らなきゃいけない、何それ、測量はめんどくさそう、いいややめたって入ってこなかったんじゃないかなと思うんですよね。はい、ここ超えれますか、どうですか。さっきポロッと言ったんですけど、この測量士法、基本的に確かに面倒に感じるかもしれませんが、やってみれば面白いんですよ。やってみると面白い。あとは、基本的に絶対に合格できる試験です。もう生きちゃいます。生きちゃいます。ちょっと待ってと。合格率なんか書いてあるよ。100% なんて言ってないじゃん。32%と。ほらほら。いやでも7割強の人はね、不合格なんでしょうと。その通り。では、合格率下げてる要因は何かと。勉強しないで受験しに来る人がたくさんいるだけ。書いてあるんですね。言い切っちゃってますね。僕自身聞いた話です。どうやらレックで測量士法の、講座を受けた方で測量士法試験落ちた人いないらしいです。いないってすごいですよね。いないらしいです。言い切ってました先生が。で確かに欠席したとか、あとお金だけ払って勉強してないんだったら無理でしょうけども、基本的に普通にレックで測量士法講座を受けていただいた方は合格するんですよ。だっていないんだから今まで落ちた方が。で理由としてはですね、ほら28問中18問正解すればいいんです。でこれレックから提供される過去問がありますから、その過去問まず解いていただくんです、講義受けて。で過去問解いてれば、過去問のほぼ同じ内容の問題が数字を変えたりちょっと文章の順番変えたり出てくるんですよ。だから28問中18問取れるんですよ。レックで勉強した方はみんな合格してる。だから面倒だけども、面倒に感じない方はいいんですよ。面倒だけども、絶対取れるんだったらやっぱりね、ミスミス逃してしまうのもったいなくないでしょうか。絶対取れる試験なんだから取ればいいわけで、あとはもうハードル超えるか超えないかっていうところなんですよね。もったいないと思います。せっかく宅建とか行政書士とか持ってて調査し短期で合格できて、すっごい有利な条件がもらえるわけですよ。表示に関する時は全部あなたに任せますってもらえるのに、面倒だからってことでせっかく取れる試験も受けずにやめちゃうのはもったいないなと思うんですよね。はい、もう一つちょっといきましょうか。最後のハードルです。みんなで超えましょうねこれね。はい、なんか難しそうなハードル、なんか難しそう、これはちょっと砕けた言い方ですけど、
レジュメですね、7ページ開いてください。7ページ。もう一回戻りますよ。調査士試験の概要です。で、まあ 8% の試験。ただまあ1万何千人の 8% と6千人の 8%、 絶対こっちの方が対戦相手は少ないんだと、あの競争が激化してないんだということは伝えましたよね。見通しのもうちょっと下です。ここ択一20問、試験内容です。で、書式、土地の問題、書式、建物の問題をするんだと。ちょっと後ろのページいきますよ。8ページです。まあ、こうやって問題がありますと、よく見るような問題ですよね。はい、9ページいきましょう。まあ、宅建や行政書士で培った民法の知識で対応ができる、書いてありますね。まあ、説明もしました。で、こうやってなんか宅建士試験とほとんど似てるような問題が、まあ、出てますよってことが書いてあります。読んどいてください。はい、次10ページです。ここから申請書、これテキストで見たことある方いらっしゃると思います。表題登記、こういったことですね。で、その時に必要な書面とかそういったものを書くわけですよ。これちょっと覚えていないと対応できません。下にこうやってね、魚宅、鉄骨像、こう書いてあるわけですよ。で、ここに書いてあること、基本的には推理で出すんじゃないんですね。あの試験文に書いてあるんですよ。だからそこからピックアップして書けばいいだけです。数字はまた違いますけどね。下行きましょう。はい、図面、これですよ。これ見てどう思うかですね。これ見てなんかあの、まあ、これすごく単純な絵なので、なんというか図なのでそこまで心配にならないかと思うんですけど、まあ、線が引いてありますよね。こういう建物ですよ。1階2階で土地がこうあって、この位置に建物がありますよってことが書いてあるんです。いいですか。これですね、気をつけてくださいね。当てずっぽうで書いてないですよ。あのなんとなくサラサラと書いて正解の問題じゃないんですよ。これよく見てください。縮尺500分の1、つまり正確な図なんです。これ幅もしっかりと測った上でずれてないんですよ。この線がちょっとずれただけで減点です。いいですか。これがちょっと斜めになってるだけで減点、そういう世界なんですよ。もう一個、面積ありますね。数字が書いてあります。これ簡単な計算だからいいですけど、こんな簡単な計算なかなか出ないです。やっぱりややこしい数字で来るんですよね。こういった正確な図面どうやって書くんですかと言ったら、三角定規で書くんです。あのこれ見たことありますね。三角定規を使って正確にこう線を引いていくんですよ。じゃあこの数字ですよ、どうやって出すか。電卓で出すんですよ、ミスがないように。で、これまあ建物ですから四角形でこうやって作りやすい図ではあるんですけど、土地とかになってくるとですね、これ見たことありますよね。コンパスです。コンパス使ったりとか、あとはい、分度器ですね。こういったものを使ったりとかして角度を出したりとか、はい、三角スケールですね。これでもう何て言うんですか、距離の長さとかしっかりと測ったりとか、まあ、そういったことをして正確な図面を出すんです。どうでしょう、皆さんどう思いますか。難しいなと思いますか、それとも楽しそうだなと思いますか。このハードルちょっと超えたいんですよね。確かに最初は難しいです。僕もちょっと最初はですね、なかなかもう作るのもしんどいしって、なかなか気が進まなかったんですけど、最初だけですよ。これは習うより慣れるの世界です。あの難しいじゃなくて慣れてますかってところです。訓練してればそのうちですね、ガン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 書いていくことができるんです。どんどん楽しくなってくるんですよ、図を書くことがね。習うまで、慣れるまで難しいです。慣れればあとはもうやるだけですから簡単になっていくと。どうでしょう、ここ超えれますかね。これ見てうわ専門的だな、難しそうだなと思うと、どうしてもなかなか、まあ、ハードル超えづらくなって、多分ですよ、測量手法までは我慢できた人も資格ブームの時多分このハードル超えれなかったんじゃないかなと思います。多くの人が取ろうかなって、魅力はあるんですよ、資格に魅力はあるんだけど、なかなかちょっとこの3つのハードルまず超えなきゃいけなくて、もうその中に受験すらしない、勉強すらしないって人が結構いたんじゃないかなっていうのが僕のまあ推測です。はい、で
最後ですね、学習の仕方ちょっと説明だけしておきたい、ちょっと伝えておきたいことがあるんですね。まあ、ここまでの話で宅建士とか、まあ、行政書士とか司法書士とか持ってる方はすごく有利ですよと。で、3つの、まあ、ハードルがありますよ。これハードルなかなか超えられなくて、だからこそ守られてるような気もするんですけどね。場が荒れなくて、変にこうなんか人が増えたり変に人が減ったりとかしないから、安定したこうなんか試験制度が保たれてると、守られてるって側面もあると思うんですよ。で、それらをハードルを超えたとして、じゃあ分かったと、勉強してみようかってなった時に、学習の仕方1個だけちょっとアドバイスさせてください。測量士試験、調査士試験、同じこと書いてあります。まあ、結局過去問をやりましょうって話なんですね。テキストを読んで理解する、過去問を解いて理解を深める、で模擬試験を受けて、まあ、処理能力を高めていく訓練をすると、それがまあ王道でもあるんですよ。下です、レックを利用するメリット書いてありますね。ここについてちょっと言いたい。これもやっぱりまあ予備校の、まあ、宣伝としての動画でもありますし、もうしっかり言っちゃいたいんですけど、独学はお勧めしません。独学は多分この資格すっごく難しいと思います。なので独学でやるんだったら、ここまで1時間かけて話したんですけど、宅建士、行政書士、司法書士持ってる方も独学でやるんだったら、ここまで話した話全部忘れてください。全部忘れてください。だって短期合格まず難しいからです。やってもいいんですよ、チャレンジャーなら。まあ、チャレンジ、いいチャレンジかどうか分かんないですけど、独学は難しいと思うんですね。簡単に測量士試験、これで分かると思います。まず本屋さん行ってください。宇田川方は本屋さん行って、一応売ってるんです、少ないけど。測量士試験のテキストと過去問売ってるんですよ。で、独学で取りましたって方一応いるんです、一応いるんです。ただ開いてみてください。僕も、まあ、懲りもせず独学で行こうと最初したんですよ。恥ずかしい話ですけど。で、テキスト見に行ったんです。そしたらうわっ思ったんですね。もうわけわかんない文章がずらー並んでて、わけわかんない計算式がずらー並んでて、これどういうこと、なんか簡単ってみんな言う割にすごい難しい内容扱ってるじゃないか。そうなんですよ、僕ちょっと不思議なんですけど、測量司法試験のテキストとか過去問ってやたらですね、言い方ちょっと考えるとかっこいいんです、かっこいい点ですね。なんかすごいいかめしいんですよ、言ってることがすごい硬いんです、話が全然入ってこないんですね。これやっぱり誰かから教えてもらうというのが一番早いと思います。ただ言いましたよね、レックで測量司法の講座を受けた方で落ちた方いないらしいんですよ。まあ、いないんですよ。ってことは、まあ予備校使えばすんなりと合格できるんだから、予備校使った方がいいですよって話です。もう一個、調査士です。これもやっぱり択一だけだったらやり方ある気がします。やっぱりそれはもう正直なこと言います、択一だけだったら。ただテキストも実は市販あんまりされてないんですよね。有名なやつが一冊、まあ、あったりとかするぐらいで、受験者が少ないですから、あんまり商業のベースに載ってないんですよ。他の資格みたいにパン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 こうテキスト売って買ってくれるならば別なんですけど、そういうわけじゃないから、テキストやっぱり売り出されないんですよね。ってことはやっぱりテキスト手に入れることも結構大変だし、書式ですよ。三角定規の使い方とかコンパスの使い方とか分度器とか誰がか習わないとなかなか難しいです、習得が。で、知識の試験じゃないって言いましたね。知識じゃないんです、訓練なんですよ。訓練するってなるとやっぱりですね、やり方とかそういったものの方が大事になってくるんです、知識よりも。いいですか、本から得られる知識よりもやり方とかそういったコツとか、そういう何ですかね、技術、テクニック、訓練の方が大事な試験なんです、調査士は。だからこそ、いいですか、まあレックをお勧めしますよ、レックの動画だから。はい、予備校の講義を受けないってことはですね、僕やっぱ考えられないと思いますね。独学はやっぱり難しいとちょっと断言しておきます。レックの講義信用してほしいんですね。最後、プレゼンター見てください。レックのカリキュラムとは、
毎年進化するレックの調査士講座、測量士講座の魅力を紹介します。ぜひあのパンフレットご参照ください。これお願いしますね。僕自身もですねレックの卒業生なんですよ。まあ、さっき言いましたかね、水道橋本校で相談して即決して勉強して合格したと。合格するとですねやっぱり独学無理だったなと分かるところがあるんですよね。まあ、以上ですね今回の目的、達成だでしょうか。達成れるといいんですけどね。宅建士、行政書士、司法書士持ってる方ものすごくですね合格に近いところにいらっしゃいますから、いらっしゃいます。ただハードル超える必要があるのと独学がちょっと難しいって話ですよ。ぜひですね素晴らしい資格ですから取ればものすごく人生変わりますから、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ご検討ください。ここで、ガイダンスですね終わりにします。ありがとうございました。